Can you hear me, party people? この世界はダウンロード。誰に身を任せるのもいい。愛や恋なら自然に
さんこんばんは、ボアです。2019ボアライブツアームードへようこそ。ありがとうございます。イエーイ。皆さん今日平日なんですけど、会社は行ってきたんですか？午前中だけとか夕方まで？すごい。だいたい7時終わりとかじゃないですか？日本5時なんですか？いいですね。5時になるとなんかベル鳴るじゃないですか。あれ？東京だけそれ？なりますよね。いいな、その音が鳴るとみんなよっしゃ帰るって帰るんですか？帰れないか、仕事ってそんなもんですね。はい、平日の中7時公演にいらっしゃってありがとうございます。はい、今回のライブで思ったんですけど、本当にね、なんか喋りが下手くそで、でもなんかうちのスタッフは結構ウケるらしいんですよ。じゃない OK？ はい、いつもなんかこんな雑談をしながらライブをやってます。はい、イエーイ。今日は皆さんが好きな曲から、いろんな曲を、歌っていきたいと思いますので、一日よろしくお願いします。喋る時が一番緊張する。こんな中早速次の曲に参りたいと思います。今回で4回目ですよね。4回目です。はい、4回目も結構こんなテンションで喋りながらいきなり歌入ったりするので、びっくりしないでくださいね。皆さん慣れてるよね、もうね、こんな私の喋り方にね。よかった。じゃあ安心して次の曲に参りたいと思います。それでは聴いてください。サングラス隠しても隠しきれない、自分でも怖いくらい、こんなの私じゃない。 I just wanna know how you feel about me。もし私を逃したらきっと後悔するから、お大事に。ドラハンな心で近づいて離れて遠ざかる距離だけ、愛しい知ってるんでしょう。入れたくなるの。 Baby come
中気づかないふりしていかないで、その気がないならそう言って Baby このまま行けなくなる。Oh
なんて言えないの知ってるけど、白い吐息を形にできたとしたら伝わるかな。季節が移るたびに世界が感覚を追い越していく。そんな思いさえも瞬きの間の刹那に消えてゆく。気づかずにいられればそれでよかった。
星に今夜も願ってたの、Love you。いや、なんか DVD 撮影って全然気にならないと思ったんですけど、緊張しないですか、バンドさん。いや、なんかねDVD 収録だから、まあ、喋んのやめようかなと思ってたんだけど。本当？うん。なんで？やっぱ緊張とかするよね、やっぱり。なんかしますよね、意識するのは。 しちゃうよね。なんか歌詞とか普通に覚えてる歌詞がいきなり飛んだりとかしますね。しますか。はい。なんか桜井さんばっかり喋ってるから、のなちゃん、はい、こんばんは。こんばんは。唯一の女性デースバンドの中で、なんか喋ってください。なんかこう収録の時って、うん、今まで一回も間違えたことないところで急に間違えたりするの。なんでですかね。カメラってなかなか慣れないです。そうですね。うん。なんか何十年もやっても絶対慣れないのがいくつかあって、カメラと歌詞と振りの左右をよく間違ったりして、なんかこう皆さんが見てる側って私の逆方向じゃないですか。で、自分も自分のステージのチェックでビデオとか見ると左右が間違ってるから、見た方向をこう踊ったりとかするんですね。大丈夫ですよ、今伝わってます、ちゃんと伝わってる。本当伝わってる。誰と喋ってるんだろうって。うんうんうんってうなずいて、一応目の前に何千人がいるんだけど誰もうなずいてくれないみたいな。ありがとうございます。あのね、照明が結構明るいからペンライトしか見えないんですよ。うー、綺麗。あ、今みんなの顔が見える。ありがとうございます。イエーイ。ありがとうございます。それ、そういえばあのいつも右ばっかり喋ってるから、どう、イッピー。ここからはね、カメラがどこにあるか分かんないんです。あ、だからあんまり気にならないんだ。そう、それイッピーだけじゃない。エビちゃんは、僕のとこはなんかいつもないカメラがあるんで、ちょっと意識して顔作っちゃうんだ。え、例えばどんな顔？なんかちょっとこれ90年代みたいな、あの照明とその角度かっこいいってね。あの、一応うちのスタッフ、あのバンドの中で一番面白いキャラクターの方ですだと思ってる。なんか、うん、ね、明るいもんね。はい。あのドラムのヒゲくん、こんばんは。前回でしたっけね、なんか MC 中で振っていただいたけどマイクがなかった、用意していただいたんですよね。そう、だから前回それだからみんなにマイクをこうセットしたんですけど、私がバンドに一回も振らなかったっていう。次は福岡でしたね。そうそう、福岡で。マイク用意してもらうんで喋りましょうって言ってね、何にも触れてもらえなかった。そうなの、忘れた。いいです、いいですね。いいです。
今日は喋れてよかったね。なんか喋ってよじゃん。なんか喋ってよ。そういうコーナーでしたっけ。一応ね、ネタがない時にはバンドに振るの。うん、これって残るんですよね。収録で喋るって僕もしかしたら初めて。あの大丈夫、編集されると思う。ヒゲ、あ、ヒゲじゃない、ヒゲさんのところだけ私が編集する。僕のところだけカットする。もうエビちゃんで終わるから。悲しいですね、順番に来て僕だけいないんですか。そうそう、その次になんか歌が始まると思います。嘘嘘、一応なんか私と同じ年らしいです。らしい、うん、同じ年ですね。同じ年ですね。ありがとうございます。何がよ。いやね、普段ね、桜井さんみたいにあのバンドメンバーって普段喋らないって、ほぼ、まあ普通はそうですね。桜井さんみたいにあの上手に喋れないんですよね。彼はヒゲ白なんですけどね、髪の毛の方が白いんですよ。どうしたんですか急に。親父ギャグですか。え、あ、カットしておいてください。あの、いつもこの桜井さん、のなちゃん、ゆっぴさん、えびりちゃんはあの前回のライブとか一緒にやったことがあるんですけど、ひげくんだけ今回初めてなんですね。でもなんか全然嫌かないですね。そう言ってもらえると嬉しいです。イエーイ。それでは、次の曲も懐かしい曲ではありますが、ぜひ皆さんじっくり聴いてください。
ずしそのすべてがユリアリボン。痛くても苦しくてもだけどグッバイ。この先もきっとずっと You're the only one, only one. お互いに探り合って些細な言い訳が散らばった。過ごした時間さえ冷たくて二人を切なく見つめてる。ここから二人そうよ飛び立つの。それぞれの道を選んでゆくの。共回りし続けた言葉たちが強く背中押して So I'm a true。ずれてゆくずれてゆくセリフだけが噛み合わず素直まいピリオドを打つ。始まりも終わりも同じように息もできないくらい鮮やかな線。溢れ出す想いが虚しくさせるの。どうすれば今まではちょっとこう静かな曲を皆さんに聴いてもらったんですけど、これからはちょっと皆さんをもっともっと楽しく盛り上げていきたいなと思ったのでなんか懐かしい曲から皆さんも一緒に踊れるそういう曲をちょっと選んでみましたので、皆さんそろそろ立ち上がってもらってそうっていいですね。本当に皆さんも一緒に楽しめるライブにしていきたいと思います。準備はいかがですか？本当に？それでは行きたいと思います。 Let's go! What you feel, what you see?
笑顔届けていたいけどね。
I am but
Oh, that's your song. It's my jam. It's my, yeah. It's my song. Yeah, 난 이제 like a club, I got some more. Party all night long. 근데 거기서 반복되는 노래. That's your favorite song. Yeah, 너 내 독이 돼 아주 toxic. But something about you 다시 돌아오게. They can't stop it. 난 너만 보여. 자도 몸에 no contest. 잘한 남자들 잘라. 돈도 문제가 아니 bro. 대교가자. I'll be your stylist. Hit my line, I call you right back. Hit my line, I catch your flight back. It's your song, turn me on. Yeah, like that, like that. 아직 내게는 그리운 낭모. 어쩌면 내겐 달콤한 노래.
woman. Negative.
사탕이라도물려주길원해남자답지도않은말굳이왜皆さん楽しんでますか？いよいよもうライブ後半戦になっちゃいました。早いですよね。もう本当に残ってる曲あと数曲しかないです。もうなんか終わってからもうちょっと楽しく遊べばよかったとか後悔しないように、これからでも張り切って思いっきり楽しんでください。準備はいかがですか？それではこの調子で続けていきたいと思います。Let's goI'm not
りないじゃん気づくとしてないじゃん I'm only loving you yeah, yeah. ここで戦って走る鼓動を
出会う人たちの中、ただぜひ一人に僕が示唆が好きの姿、目を閉じて何度も酔ってみたけど想いは届かない。また来てね。かわいい。いやー本当に思うんですけど、もう子供もそうですし、なんか年齢がすごく幅広いから、すごくたくさんの皆さんに、愛されてるなと思って、毎回すごく幸せだなと思ってます。ありがとうございます。今回のライブは皆さんともっと楽しくこう遊べる、そういうちょっとセットリストにしてみたんですけど、どうでしたか？イエーイ、よかったです。もうこのライブも今日で半分ぐらい終わっちゃうんですけど、はいね、もっと皆さんとこうやって会えるように、頑張っていきます。はい、これからもよろしくね。それでは楽しい時間は早いものでもう最後の曲になっちゃいますが、そ
うだね、うん、でも最後の曲だよなのでもう最後の曲思いっきり皆さん楽しんでください。イエーイ。それでは本当に最後の曲聴いてください。Thank you.
しかった、ありがとうございました。バンドの皆さんも前の方によろしくお願いします。踊りながら来るんだよ。エピさん踊って。エピさん踊って。いやなんか楽しい一日でした。本当にありがとうございました。なんかもう踊り来て歌い来てすごく楽しい時間を皆さんと一緒に過ごせたと思います。皆さんからいただいたこのパワーを持ってまた引き続き、残ってるライブも頑張っていきたいと思います。応援の方よろしくお願いします。それでは皆さん本当にありがとうございました。最高でした。バンドの皆さん、ダンサーの皆さんに大きな拍手をお願いします。そして帰りも踊るんだよ。あ、エビちゃん踊れる。何これ。いや楽しかったです。ありがとうございました。いやーもう本当に今日は私出し切っちゃった。ありがとうございました。またライブやったら遊びに来てね。本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。2階の皆さんもありがとうございました。真ん中もありがとう、ありがとうございました。私もありがとう。かわいい。どうも。またこれからもいい音楽をお届けするように頑張って歌っていきたいと思います。今日皆さんありがとうございました。また遊びに来てね。